井野田コーヒーは、京都市に本店、本社を置くコーヒーのチェーン店。株式会社井野田コーヒーが運営している。井野田コーヒーは誤りで、京都ではかつて他店も含め、コーヒーと書いていた習慣が残っているためである。赤いコーヒーポットの絵柄が商標に使われている。また、画家でもあった創業者の井野田七郎が描いた豆を運ぶロバと男の絵も、同社の象徴である。 京都市中京区の境町通り三条の本店など、市の中心部に数店を展開するほか、近年は札幌駅、東京駅、広島駅の各駅前などにも大丸百貨店内を中心に出店している。京都市内の店舗はすべて喫煙席があり、分煙方式となっている。本格派の品質を維持するために比較的高価格路線で運営を行っており、スターバックスや、 タリーズコーヒーなどの大手チェーンの倍程度の価格帯でコーヒーなどの飲料を提供している。以前は必ず砂糖とミルクの入った状態でコーヒーが提供されていたが近年はこれらを分けるか事前に質問される。一方、サンドイッチなどの軽食はボリュームがあり本店等で食べられる軽の朝食はボリュームたっぷりの朝食である。自社の焙煎工場とケーキ工場を有し、特に コーヒー豆やヒータコについては、店頭だけでなく、全国各地の百貨店、スーパーマーケット、茶葉店などでも販売されている。アラビアの真珠と名付けたブレンドのコーヒーが、特に有名。自社の店頭やオンライン通信販売では、コーヒー以外にも、コーヒーカップなど食器類、アクセサリーといった商品を取り扱っている。九百四十年六月に、井野田七郎が、現、 本店の場所で海外産コーヒーの卸売を始め、1947年8月にコーヒーショップを開いたのが創業である。この時、客が会話に夢中になってコーヒーが冷め、砂糖とミルクがうまく混ざらなかったことがきっかけとなり、初めから砂糖とミルクを入れた状態でのコーヒーの提供が始められた。1958年5月に法人として、 有限会社井野田コーヒーを設立し、1964年の二条支店の出店を皮切りに京都市内へ店舗を展開していった。1970年代初頭には女性向きファッション雑誌のアンアンやノンノが創刊され、その中で店舗が紹介されて女性客の比率が半分を超えるようになり、この傾向は現在まで続く。1978年には、 現在も主力商品となっているブレンドコーヒーアラビアの新珠を発売した。なお開業時から自社で焙煎を行っていたが、1987年に景気工場を開設し、1994年には焙煎工場とともにリニューアルを行った。また1993年6月、1995年には資本金を3000万円に増資して株式会社に、 組織変更し、1999年には、初の京都以外の店舗である、広島支店を開店するなど、業績を拡大してきた。2007年に、井野田博士が会長となり、社長には、藤原正康が就任した。井野田本店外館本店1階中央部分のレンガ作り三条支店創業者の井野田七郎はに抱会の、幹事を務め、 また山本藤子主演の夜の川や山口桃江主演のことなどの映画には本展が登場しており、芸術界との関わりが深い、下記のような文人、芸術家などが常連客として知られている。朝日新聞2005年8月7日長官 P33、京都府、日方面日経アーキテクチャ2000年5月29日号 P32。P 朝日新聞2000年3月16日長官 P35、京都面。朝日新聞1999年12月5日、長官 P37、京都面。朝日新聞2005年8月7日長官 P33、京都府、日方面。朝日新聞2007年8月22日長官。P29、京都府、日方面。ありがとうございます。